ていうわけではないんですけどね、本当にこう伝えたいことを書くっていうことで、予感的って伝えたいことを継続的にやっていきつつ、やはり一人でも多くの方に自分の信じることを聞いてもらいたい、盲信しなくていいんですけど、こんな意見もあるよということでね、一人でも多くの人に聞いていただきたいということがあるので。